須崎西は2013年7月3日未明から上 A&G で配信されているラジオ番組であるパーソナリティは須崎彩、西安かパーソナリティである須崎と西が新サービスや新商品を企画提案して新たなビジネスの枠組みを生み出していこうとするアイデア生産型バラエティ番組同世代の女性声優同士によるトークの掛け合いが 持ち味の番組。白熱した、サイの実を削りながらのトークの応酬は、ノーガードの殴り合いと称されている。2016年3月27日に発表された、第2回アニラジアワードにて、ベストフィーメールラジオ最優秀女性ラジオ賞を受賞した。ふとじは、番組単独イベント、シーサイドコミュニケーションズ主催イベントへの、各パーソナリティ単独出演も含む、 公式ネットショップは、シーサイドショップを参照。太字は、番組単独 DVD ブルーレイ。太字は、番組単独グッズ。シーサイドコミュニケーションズ制作の、各パーソナリティ単独グッズも含む。2015年5月24日の、当番組イベントにて、須崎西座アニメーションの題名で、東京 MX テレビ金沢サンテレビにて、テレビアニメ化されることが発表され。 同年7月から9月にかけて5分枠の短編テレビアニメとして放送された。制作はフィール。ラジオ番組、須崎西が原作となっているが、この番組のノリをアニメで再現するという意味においての原作であり、ストーリーキャラクターはアニメーション独自の設定になっている。最終巻翌週の同時間帯に DVD& ブルーレイ告知番組、ジョジョネット須崎を放送。 主演二人による、須崎西、お料理バトルの直後に収録したもので、どちらもブルーレイ映像特典として収録される。とある都内の高校の、とあるクラス、同じ日に、女子高生が二人同時に転校してきた。面識はなかった二人だが、たちまち意気投合。物語は、彼女たちのスクールライフの愉快で楽しい一日を切り取ってお送りする。このか。 東京 MX が配布しているスマートフォン向けアプリケーション MCAS でほぼ全国で東京 MX と同時刻に視聴が可能。須崎西座アニメーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。